4、5、6、7、8、9、10梅干しだ。数え飯。飯、うまそうだが、この飯を一粒一粒取って数えようだなんて、誰が思ったことか、やらなくてはいけない。お箸を？お米粒を？3、4、梅干しだ。ツン。E の長押しで梅干しの消費。これは一体何なんだ？あ、なるほど。これ入力して回答するってわけか。恐ろしすぎる。これしっかりと並べていかないと後々苦労するやつだ。10個ずつの塊でとりあえずまとめておこう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つまんでいるお米の回転、なるほど、きれいに並べることもできるね。こうして横向きにして、めんどくさ。4、5、6、7、8、9、10。梅干しだ。利き手を変える。なるほど。左利きバージョンにすることもできる。発動中のスキル。スキルなんてあるのか。ちなみに梅干しを消費すると、スタック発動中？あ、50ごとになった。へえ。スキルが発動できない。梅干し不足、お米不足。ちょっと待ってくれ。この、こっちがいくつに回るか。4、5、6、7、8、9、10。梅干しだー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで10個ずつか。まあ、梅干しをこうやってゲットしてスキルを発動すれば、4、5、6、7、8、9、10、これ60、50の10、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。梅干しがせっかく来たけど、お茶碗に当たってどっか行ってしまったね。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで100、150、今170です。怖っ。
梅干しが来ないね。この10個ずつパターンでいいのか、果たして。4、5、6、7、8、9、10、1個1個の塊をちょっとちっちゃくギモッと混ぜなきゃ。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これもしかしてとんでもない数あるんじゃないか。頑張るしかない。あー、よーく見たら美味しそうな、いや、美味しいかこれ。辛い、とても辛くなってきた。まだ終わらない。まだこれで100でしょ。200、250、280、これで280。はあ、ガンガンガン、無理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 じゃないけど辛い。待てよ、お気軽モードってのあったからセーブしてタイトルに戻る。お、箸の変更。おお、遠隔キャッチアンロック。15秒のクールタイムごとにお茶碗の中のお米を遠隔でつかめるようになる。へえ。で、今現在がこれが梅干し1つで10、3つ以上ある場合は3つ消費で50を一度につかめる。なるほど、じゃあ3つ溜まってからの方が良かったね。で、梅干しをゲットしてからいろいろ挑んだ方がいいんだな。このまずお気軽モードで選んだ方がね、挑んだ方がいいんだ。落下位置詳細表示、それは別にいいんじゃないかな。で、1000の答え、1000のくらいの正解が分かるようになる。へえ、それって必要なのかな。てか、お箸が おしゃれ。梅干しの落下確率が2倍に、いいね。お米とお箸の落下位置がより詳細に分かるようになる。ほう。解除して、うん、5つ以上あるときは5つ消費して一度に100粒。ほう、わー、おしゃれだな、お箸が。で、今、黄色の花柄。なるほど、箸の絵柄と箸の素材。なるほどね、それでスキル1、2が変わると。ちょっとお手軽モードで。3、4、5、6、7、8、9、10。なんか、混ぜそばの追い飯ぐらいのサイズだね、これだったら。それでもだいぶ多いぞ。梅干しはアンロックのために取っておかないとな。そしてこのお気軽モードでも今ようやくこれで100かな。わあ、大変だ。わかりません。てん。ブブブブブブブ。これはちょっと、まず、梅干しを稼いでからの方がいいな。稼いだところで、待っているのは苦行だが、果たして、生き残ることができるのだろうか。